皆様こんにちは。本日はビッグローブ温泉ワーケーション in 別府オンライン会見にご参加いただき誠にありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます三原由紀と申します。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。本日はこちら別府市の山田別荘様より配信させていただいております。さて、リモートワークに必須の通信サービスを提供しているビッグローブがこの度新しいワーケーションサービスに取り組むことになりました。今回のイベントを通して別府市におけるビッグローブの取り組みや温泉ワーケーションの魅力などを皆様にお伝えできればと思っております。それでは早速始めてまいりましょう。最初のプログラムは今回の主催者でありますビッグローブ株式会社代表取締役社長の有泉武よりビッグローブが温泉地を支援する取り組みについてご説明させていただきます。では有泉社長よろしくお願いいたします。はい、皆様こんにちは。ビッグローブの有泉でございます。本日は別府温泉郷にございます旅館山田別荘様からのオンライン会見となります。たくさんの皆さんにご覧いただいてございます。どうもありがとうございます。本日のテーマでございますけれども、企業向けのワーケーション温泉地ワーケーションでございまして、今私もワーケーション中でございます。私どもビッグローブはですね、ワーケーションで三方よし、これを実現することをですねチャレンジしてまいります。まずはですね、このチャレンジの背景、ここに至る経緯をですね説明させていただきます。チャレンジのきっかけになったのは3点ございまして、スライドに映ってございますでしょうか。1点目はですね、リモートワークを実践している、ハイブリッドな働き方を導入してございます。出社前提の働き方をですね見直してございまして、オフィスと在宅、それからサテライトオフィスを活用したハイブリッドな働き方を私どもも実践してございます。2点目は通信サービスでございまして、ビッグローブ光モバイル、それから Wi-Fi 通信サービスを提供させていただいてございます。3点目でございますけれども、ビッグローブ旅行サービスを提供してございますけれども、温泉大賞でございます。こちら温泉大賞はですね12年間長きにわたりまして、みんなで選ぶ温泉大賞を企画してまいりました。これはですねお客様に、おすすめの温泉宿、それからお好きな温泉地をですねご投票いただきまして、東日本地区と西日本地区分けましてですね、横綱を筆頭としたこういった番付を決めまして、公開させていただくというそういう企画でございました。ここ別府温泉郷様はですね長きにわたって西日本地区の横綱、不動の横綱となってございます。この温泉大賞で目指してきたものはですね、お客様にも温泉宿の方々にも、それから温泉地の方々にもみんなで喜んでいただける、そういう三方よしを目指してきたものでございました。2020年度もこの温泉大賞を企画してまいりましたけれども、長きにわたってコロナ禍に苛まれる状況が続きまして、その後は社会経済大きなパラダイムのシフトが生じてございます。そこで私どももですねちょっと温泉大賞視点視座を変えていこう、温泉大賞ネクストノーマルを考えようよということになりまして、今回のワーケーションに最初注目いたしました。ご覧いただいてますスライドはですね、これはテレワークに関しますビッグローブの社員のですね意識調査の結果でございます。昨年の緊急事態宣言に先んじてですね、全社一斉にテレワークを導入いたしまして定着してきております。ご覧のスライドのオレンジの部分はですね皆さん社員がですね満足して使っているということを表しているんですけども、私が注目したのは むしろですね青い部分なんですね。ネガティブな部分、不満を抱いている部分がある、これは何なんだということなんですね。これもですね同じく意識調査の結果でございまして、向かって左側がですね社員が満足している点、右側が不満な点でございまして、向かって右側のスライドご覧ください。最上位にあります 64% の社員がですねコミュニケーションが取りにくいというそういった不満を抱えているということが分かったんですね。でこれをですね掘り下げてまいりました。
で分かったのはですね、テレワークっていうその非対面でのワークスタイルっていうのは実はですね、ストレスを抱える状況を生み出していたっていうことなんですね。まずはなかなかコミュニケーションが取れない、取りづらいという、そういったストレスがありまして、まあ、それをタウンに発しまして、主に中間の管理職の方々が管理する工数がですね、急激に増えてきた。また移動した社員ですとか新入社員の方々、やはりですね、オンラインでの研修育成の限界が見えてきたということでございました。まあ、端的に言いますと、まあ、言いたいことが伝わらない、ことが進まない、まあ、経験できなくてなかなか育たない、まあ、こういうようなストレスが現場に出てきていた。でこのハイブリッドの働き方をですね、続けてまいりますと、社員の中にこういったストレスとかペインとかですね、こう苦痛がですね、起きてまいります。でこれ放置しているわけにいきませんので、私どもで考えたのはですね、これハイブリッドの働き方の中にそのワーケーションという考え方がございます。実はこのワーケーションというのがこのストレスとかペインをですね、緩和するんではないかと、効果的なんではないかというふうに考えたということでございます。一方この別府温泉郷のようにですね、温泉地にとってはワーケーションってどんな意味があるのかなというところでございますが、これはですね、企業からのお客様を送客するっていう意味があります。しかも週末ではなくて平日に連泊するっていう、そういったニーズが考えられるんですね。これは新しい市場、温泉地にとっては市場になるんではないかという考えになりました。まあ、そこでですね、私どもはこれまで一般のお客様、それから海外からのインバウンドのお客様を対象に温泉大賞というものを考えてまいりましたけれども、ここに企業のお客様を加えました。視点を変えて、これからは一般のお客様、インバウンドのお客様に加えて企業のお客様も対象に温泉大賞ネクストノーマルを考えようと。でその結果、我々の導き出した仮説でございますけれども、ワーケーションで三方よしが作れるのではないかという仮説です。企業にとってみますと、まあ、ハイブリッドの働き方と健康経営を両立させるということができるという、そういうウィンがあるんですね。で社員の方々は、まあ、そもそもストレスから解放される、みんなとコミュニケーションが取れるようになる、加えてこう非日常のですね、まあ、ここの別府温泉郷なんかもそうなんですけども、非日常の感覚をですね、この環境の中で発想が変わってまいります。そういうプラスのメリットもこの温泉地でのワーケーションというのは実はあるんだということも私も体感してますし、まあ、これも新たなウィンになるのではないかな。温泉地にとってみると、企業からのお客様が送客される、平日連泊のニーズができるという、このウィンウィンウィンが回るという構図が見えてくる。これが三方よしが作れるというその仮説でございます。ビッグローブは今この仮説にですね、挑戦してございまして、まあ、そもそもワーケーションの効果とか効能は何なんだといったところからですね、社員を挙げてですね、今挑戦してございます。でまずは社員がまずは率先してですね、ワーケーションやってみようよと、体感しようと、体験しようとやってございます。その中でいろんな効果効能、それから課題懸念事項もございます。まあ、それを今洗い出しているんですね。で課題とか懸念事項、これはですね、まあ、潰していけばいいよね、そういう考え方で取り組んでございます。で加えてです、加えてここからがちょっとまた重要なんですけれども、ただこう感覚値ですっきりしたね、ストレス解放したねっていう感覚値だけじゃなくて、我々はそれをもうちょっとですね、深く掘っていきたい。これは今ご覧いただいているのは自律神経のバランスのですね、ワーケーションのビフォーアフターを見ていただいていますけれども、まあ、明らかにですね、自律神経のバランスが好転してまいります。まあ、このように皆さんのこの社員のですね、感覚値と、それから心理面とか生理面とかメンタルとかフィジカル、こういったところの相関関係をですね、我々は追っかけてみたいと、関係性があるんじゃないか、ここを突き止めたいというふうに思っています。でさらにです、さらにですね、もっと掘りたい、その医科学面での改善効果っていうものがですね、社員のイモーションっていうんですかね、モチベーション、それからロイヤリティ、それから最近では働きがいのことをエンゲージメントと申しますけれども、そういった要素とどういうふうに関わるんだろう、ワーケーションをやるビフォーアフターでエンゲージメントとかロイヤリティ、モチベーションがどう変わるのかって、そんなところも
追いかけてみたいということでデータを取って今検証しているところでございます。これが現状でございますけれども、ここからはですね、これからのビッグローブの取り組みになります。ワーケーションの浸透に向けてですね、私ども2点やろうと思っています。まあ、1点目はですね、このワーケーションの効果効能というものをもっと一般化してつまびらかにしていくためには、法人企業のお客様のご協力が必要となります。2点目は、この別府温泉、別府温泉郷のようなですね、温泉地温泉宿の方々に対しましては、リモートワーク、テレワーク、その通信環境の整備をですね、お手伝いさせていただきたいと、この2点をですね、取り組んでいきたいと思ってございます。ここからはお知らせになりますけれども、私のビッグローブはワーケーションの実証実験、この実証実験にですね、参加いただいてご協力いただける企業の方々の募集を開始いたしました。募集に先立ちまして、温泉ワークというサイトをオープンしてございます。でこの温泉ワークっていうサイトはですね、法人企業のお客様と温泉地温泉宿の方々のマッチングを取るサイトでございまして、私どもの目標としては1000を超える宿をですね、この温泉ワークに登録をかけていただいてご活用いただけないかなというふうに考えてございます。でこの温泉ワークというサイトを活用いたしまして、私どもが開始いたしましたのがトライ温泉ワーケーションプログラムというものでございまして、ご覧のスライドの3点を注目ください。一番右のですね、温泉宿温泉地に対しましては、リモートワークテレワークの通信環境の整備をお手伝いさせていただきます。そのうちにですね、その温泉地温泉宿をですね、この温泉ワークというサイトに掲載させていただきまして、今度は法人系のお客様に、それを参照いただいて、適当と思われるワーケーションの温泉地温泉宿をです、ね、選んでいただいて、そこで実際にワーケーションを、やっていただこうと、体感していただこうと、でそこに関わる、宿泊費、それからヘルスチェックも行いたいと思ってございますけれども、かかる経費については、ビッグローブがです、ね、負担させていただきたいということでございます。このプログラムを先週から実は開始してございまして、第1弾としては静岡県の伊東温泉様と取り組みを開始させていただきました。で第2弾でございます。これがご当地別府温泉郷でございます。この別府温泉郷との温泉地温泉宿の方々とですね、これからはコラボレーションによってさらにこの取り組みを拡大していきたいという強い思いでございます。別府においては何をするのか、2点でございます。まずは別府におきまして、別府温泉郷におきまして、トライ温泉ワーケーションプログラムの、参加いただける企業を募集してまいりたいと思ってございます。それから2点目、私どもこの別府温泉郷にですね、ワーケーションのサイトをですね、設置しようと、ワーケーションスペースを設置しようと考えてございます。これは私どもワーケーションに対する取り組み、それから活動の拠点になるところでございますけれども、私どもが今考えてますのはですね、ここの現地ご当地のですね、いろんな企業の方々、それから学生の方々ともですね、いろんな交流を持ってですね、そのいろんなリレーションができますよね。そんな中からこのワーケーションというのは単にその医科学とかモチベーションとかメンタリティの改善だけではなくって、人と人とのリレーションから生まれるサムシングニュー、サムシングサプライズ、そんなところがあるというふうに私は感じてございまして、もうそこを追っかけていきたいなというふうに考えてございます。こちらのスライドはビッグローブの掲げます SDGs アクションのスローガンでございまして、人と社会と地球の未来づくりに貢献するというものでございます。温泉大賞、ワーケーションで三方よし、これはですね SDGs アクションの一環として私ども取り組んでまいってございますけれども、これからはですね、これまでの温泉大賞に温泉ワーク、これを加えまして、これをですねネクストノーマルといたしまして、ワーケーションで三方よしをですね、ぜひ実現していきたいというふうに考えてございます。私のプレゼンテーションは以上でございます。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。この後はですね、別府におけますトライ温泉ワーケーションプログラム、それからビッグローブのワーケーションスペースの設置につきまして、担当の版画の方から皆様に説明させていただきますので、しばらくお待ちください。しばしお待ちください。ありがとうございました。はい、有泉社長ありがとうございました。なるほど、ワーケーションとか温泉ワークというとまだち
と聞き慣れない言葉ではありますけれども、ビッグローブの会社の機能とそれから温泉の効能、あとはリモートワークのストレスなんかを考えると必然な流れだったのかもしれないなと思わされましたね。実験台になった社員の皆様がちょっと羨ましいなと思ってしまいました。私も温泉大賞には以前より温泉アンバサダーとして参加させていただいていたので、温泉で仕事ができて、しかもその温泉の土地の支援にもつながる、雇用にもつながるというのは理想的だなと思いましたね。有泉社長ありがとうございます。では続きまして、ビッグローブ株式会社社長室羽賀康平より、別府におけるトライ温泉ワーケーションプログラムとビッグローブワーケーションスペースの設置についての説明をさせていただきます。羽賀様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、羽賀と申します。それではビッグローブの別府のワーケーションの取り組みについてご紹介したいと思います。でその前にちょっとアイスブレイクを挟みたいなと思うんですけれども、私今日ですね、朝5時に起きまして、電車に2時間乗られまして、であとそこからまたさらに飛行機に乗って2時間かかって、でバスに乗って1時間かかってここに別府に至りました。でこれはちょっとままならないなと思いましたので、ちょっと皆さんご準備いただいた中で申し訳ないですけども、温泉に入らせていただきましてですね、リフレッシュしてきました。で別府の温泉というものはその源泉温度が比較的高めでありまして、熱湯が結構あるんですね。でその熱いお風呂というのは交感神経というものを刺激しまして、そうすると目がシャキッとこう覚めるんです。で結構な長い間こう乗り物にも乗りましたんで肩も凝ってましてですね、で熱いお風呂に入りますと血流も盛んになりますんで肩こりも緩和されていて、今非常にすっきりシャッキリした状況でこの場に臨めていますというところでですね、温泉と、お仕事というものが実はいい関係が築けるんではないのかなと思いまして、これをより多くの方々に体験いただいてですね、ワーケーションの制度導入というものを考えてほしいなということで、こういう取り組みを始めましたという話をこれからいたします。はい、前向き長くなってすいません。で先日温泉ワークというサービスをですねグランドオープンいたしました。で温泉ワークはその温泉地でのワーケーションを検討している試したい企業の方に役立つ情報や、おすすめの温泉地温泉宿滞在プランなどをご紹介するサイトです。でまたその Wi-Fi 環境やテレワークができる環境があるかなど、そのビッグローブが調べ上げておりまして、企業の方々が安心してワーケーションができるような情報を提供しております。で先日3月17日よりトライ温泉ワーケーションプログラムを開始いたしました。でこちらのプログラムはそのワーケーション導入に関心がある企業の方々に、実際に温泉地でのワーケーションを試していただこうと、こういった取り組みになります。で参加される企業にはですね、温泉宿に宿泊していただいて、テレワークを実施していただいて、前後のそのアンケートであったりその健康関連のヘルスチェックにご協力いただきますと。でその代わり宿泊費ヘルスチェック費用はビッグローブが負担するというものです。でワーケーション企業の導入にはいささかハードルが高いですけれども、その実際に誘致で来てくださった企業にお話を聞きますとですね、多くの方が非常にいいと素晴らしいと言ってくださります。でその最初の一歩が一番大変なのかなというふうに思っております。ですので実際にですね試していただきましょうと。で一緒に効果検証も行ってその温泉ワーケーションのエビデンスをですね集めて世の中に発表していくことで、多くの方に温泉とワーケーションに興味を持っていただこうと、そういう取り組みを始めております。はい、で次は続きましてその別府におけるトライ温泉ワーケーションプログラムについてご紹介いたします。と別府の場合についてはですね、その別府ならではの独自の体験プログラムを実施いただこうかと考えております。1つ目がですねこの宇宙ビジネスワークショップで、2つ目が地獄虫によるヘルシー食体験というものです。宇宙と地獄とあとビッグローブ大地球というインパクトがあるワードがそれましたけれども、やっていきたいなというふうに思っております。でまずその宇宙ビジネスワークショップについてなんですけれども、先日大分空港がですねアジア初の宇宙港の候補になったというふうに聞いております。で宇宙港とは、その名の通り宇宙をターゲットにした港ですけれども、この宇宙港には要件がいくつかございまして、まずこのロケットを打ち上げる用のジャンボジェットをですね飛ばす滑走路として3000メートル直線距離で必要だという条件だったり、あと、陸地じゃなくて海があるというところですね、落ちてしまったら大変なのでというところでというのがあったりですとか、あとその宇宙船開発のですね機材の調達がしやすい地域であるとか、
あと実際に来られた方々にも観光とかですね、まあ、そういったものにも体験いただきたいというのがありまして、まあ、そういったいろいろな要素の観点で日本、まあ、アジア地域においては大分というものが非常に魅力があるということで今回候補になったそうですと。で、まあ、こういったところで今後大分ではですね宇宙ビジネスが盛んになるだろうということで今回ワークショップを実施してみようかなというふうに考えております。でこちらのワークショップにはそのスペースポートジャパン理事の青木秀隆氏と片山俊博氏に講師をいただきまして、またその宇宙ビジネスに関心がある地元の企業の方々もお呼びをしてその企業交流プログラムという形でちょっとやってみようかなというふうに思っています。で企業はですねそのワーケーションに来る理由の一つに、まあ、その地域で そのビジネス上のつながり新しいビジネスができるかもしれないというようなところがあるかなと思ってまして、まあ、今回こういった取り組みを考えております。で次に地獄虫によるヘルシー食体験ですと。別府のその神奈川温泉のエリアではその温泉蒸気の蒸し料理地獄虫が名物になっております。でこの地獄虫がですね温泉のミネラルが含まれてほんのりと塩気が感じられまして、まあ、栄養価も落とさずミネラルも摂取できて体への負荷も少ないというのことが特徴だそうです。新型コロナウイルスの感染が広がる中でその体内の免疫力を高めていきましょうというところに非常に注目が集まっておりまして、まあ、温泉とですねこういった地場産業の食事でそれが高められないかといった取り組みがですね各所で始まっています。まあ、そういうのもありましてですね別府には地獄虫がありましたのでこちらを体験いただいたらよいかなというふうに考えております。はい、では続きましてそのビッグローブワーケーションスペース設置についてご紹介いたします。とビッグローブはですねこの度別府市内にそのビッグローブワーケーションスペースというものを設けまして別府におけるその温泉ワーケーションの魅力開発とエビデンス作りと並びに宿泊施設の方々の、まあ、Wi-Fi であったりネットワークの課題ですねこちらの解決のご支援というものに取り組んでまいります。でまずなぜ別府でと思われるかと思いますがこの前段としてですねビッグローブはその緊急事態宣言ではないその時に、まあ、安全に非常に配慮をした上で数回そのワーケーションの実証実験を別府で行っております。でその取り組みを通してですね温泉地でのワーケーションの魅力であったり効果効能を企業の方々に伝えていく上にあたってその別府というものは非常に魅力があるなというふうに気づきました。でまたその中でですね宿泊施設の方々とやり取りをしていたところでやはりその Wi-Fi であったりネットワークであったり、まあ、そういったところが非常にご不安ですと。でビッグローブさんが事業所をこちらに持たれたらば、まあ、非常に嬉しいですのにというふうなお声もお聞きしましたのでではちょっとチャレンジしてみましょうということでちょっと一念発起しまして今回の拠点の設置と相成りました。でビッグローブが感じたその別府の魅力が左側の3つです。とまずその豊富な温泉資源別府八湯ではその多様な泉質の温泉が湧いておりまして近場でいくつも試すことができます。で温泉ワークではですね健康改善も効果の一つに打ち出しておりまして自分の体に合った自分の好みに合ったそういった温泉が近くで探して試せるっていう環境は非常に魅力を感じています。でまたその他の温泉地と比べて特色がありますのが温泉資源の多様な活用という観点ですね。例えばその発電に使うとか暖房の代わりに使うとか調理に使うとか、まあ、生活に密着した形でその温泉がさまざまな形で使われていますと。でこれは現代非常に注目されています SDGs の文脈にもマッチしているかなと思ってまして地球と共生していく持続的な社会の形成という点においてですね別府の温泉活用というのは時代の先を行っているのではないかなと、まあ、非常に勉強になる点があるなというふうに思っていますと。でさらにその近隣にあります大学との産学連携だったり、まあ、地域おこし団体移住や UI ターンされてきた方々が非常に活躍されているというものも素晴らしいなと思っています。別府の街中を歩きますとその古き良きものとその新しいものが混ざり合っている街並みがあるなというものを非常に感じ取ることができてこれはですね来られた企業の方々にもぜひ体験いただきたいなというふうに思っています。で一方でですねそのコロナ禍の企業には、まあ、右にありますようなその新たな課題とニーズが出てきております。テレワークが進んで会社への帰属意識が下がったですとかあとチームの結束力が落ちてしまったですとかあと従業員の健康問題が起こってしまったとかですね、まあ、こういった新しいニーズにですねその別府の中で開発した魅力を当てていきまして、まあ、温泉ワーケーションを通して双方の痛みというものを解決して三方よしの実現していきたいなと。でそういった点でですね実証実験だったりエビデンスを取っていく取り組みを長期的にやるということを踏まえて今回の拠点設置というふうな形を考えております。はい、で次にその宿泊施設の Wi-Fi ネットワーク課題の解決支援なんですけれどもやはりですね宿泊施設の方々 Wi-Fi ネットワークのお悩みの方が多くて
自分の宿はテレワークを受け入れて問題がないのかとご相談を受けることがよくありました。でそして実際に調べてみるとですね、やはり問題は至る所にボトルネックが潜んでおりまして、一応実績にはなかなかいかないなという状況であることも分かりましたと。で一方でですね、その企業の方々はそのワーケーションってなりますと仕事できる環境を求めてこられますので、Wi-Fi 非常に大事です。なのでこのワーケーションがですね、普及していく上でファシリティ面の課題というのは解決していかないといけないかなというふうに思っています。でそういうことも考えまして、お宿の皆様にとっても最適な、でお値段もお手頃なですね、環境整備のご支援を、行いたいというふうに考えております。はい、でそれでは最後にまとめとなります。企業にワーケーションを試していただくトライ温泉ワーケーションプログラム、別府版では、宇宙ビジネスワークショップ、地獄蒸し体験の2本立てをご体験いただけますと。で別府の良さ、新たなビジネスチャンス、温泉を通して心身ともに結婚になっていただくことをぜひ体験いただければと思いますので、どしどしご応募ください。また別府温泉ワーケーションの拠点作りとして、別府と企業をつなげるため の, 魅力開発とエビデンス作り、宿泊施設の Wi-Fi ネットワーク課題の解決のご支援に取り組んでまいります。上記を通してですね、温泉ワーケーションの普及に貢献してまいります。でひいては、新たな旅行市場を創出し、日本全国の温泉地が活況を取り戻す、こういうことの時代につながっていく未来づくりに貢献していきたいなというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。博様ありがとうございました。なるほど、わざわざ別府に来る理由というのがいろいろと見えてきましたけれども、そうなんですね、大分港は日本初の宇宙港になるかもしれないということで、確かに本当に新たなビジネスのつながりだったりアイデアやきっかけが生まれる、そんなプログラムになりそうですね。あと私も地獄蒸し、実際に別府に旅行に来た時に体験したんですけど、特に長期滞在になってくると毎日外食するのも疲れるので、こう自分で好きな時にフラッとの温泉宿の一角で近くでの地元のお店で買った野菜とかを蒸して少し食べるみたいなのはすごく健康にもいいなと思いましたし、あと安く済むのも、ね、いいなと思いましたね。羽賀様ありがとうございました。さあ続きまして、損害保険ジャパン株式会社リテール商品業務部久野俊彦様よりワーケーション向け保険商品コンセプトのご紹介をさせていただきます。久野様よろしくお願いいたします。はい、ご紹介いただきました損害保険ジャパン株式会社の久野と申します。私の方からは、ワーケーション向けの保険のプランの方をですねご紹介させていただきます。で先ほどですね、ビッグローブ様の社員の方が実験台になったというお話でしたが、実は私もですね、ビッグローブ様にお声かけいただきまして、昨年の10月に、別府でワーケーションをさせていただきました。で本当にですね、働ければ働くほど健康になっていくし、いいなっていうのを実感をしています。でその時に別府の方にですねお話を伺う機会がございまして、印象に残っていることがございまして、いつもですね温泉地ってすごい人が多いんだよね、もうすごい賑わってて、でも今ちょっと寂しいんだよねって、そういった、お話があったのをですねすごい印象に残っておりまして、皆様応援できるようななんかそういった商品を作りたいなというようなことで、この保険を開発しております。で、何をしたいかというところでございますが、ワーケーションなんですけども、なかなかですね私も最初ワーケーションってなんだろうって聞き慣れない言葉ですので、なかなかこうとっつきにくいなというところがございます。でもやってみると全然ハードルも高くないですし、いいことって良さを実感できる、この最初の一歩をですね支援できるようなそんな保険を作りたいなというふうに考えております。具体的には2つ保険を開発しておりまして、1つがですねワーケーションを導入いただく企業様向けにワーケーションマスターというものをご用意しています。もう一つは、従業員様、個人様向けのワーケーションサポートプラン、この2つをですね現在開発しております。保険の中身につきましては、企業様向けのワーケーションマスターですと移動も多くなりますので、例えば、業務用のパソコンをですね破損してしまったりとか、ワーケーション中に怪我をしてしまった、こういった保証をしていきます。あとですねワーケーションならではというところなんですけども、社内のですね安全なネットワークから、いろんなところで、ネットワークにつながっていく形になるかと思いますので、ウイルスによって
パソコンとかですね、プログラムやデータが破壊されてしまった、こういった保証もしていくようなそういったプランになっております。個人様向けにつきましてはワーケーションサポートプランというのをご用意しておりますので、例えば、観光中に怪我をしてしまったとか、あとは、お土産物屋さんで、何か壊してしまったとか、あとはこちらも、カメラとかですね、そういった、持ってきたものをですね壊してしまった、こういった保証をしていくことで、ワーケーションせっかくなんでアクティブにですね楽しんでいただきたい、そのためのリスクっていうのを保険で保証していく、そういった内容になっております。あと最後のところですね、私自身が体感してすごいこだわったところなんですけども、やっぱり旅行期間結構長くなりますので、家を空けているときですね、こういった万が一のときにも保証ができる、そういったプランを考えております。ソンポジャパンではワーケーション向け保険のですねご提供を通じまして、ワーケーションを推進していって、観光地温泉地の皆様のですねご支援ができればなというふうに考えております。以上ありがとうございました。久野様ありがとうございました。なるほど、私も一個人事業主としてはワーケーションにも保険がかけられるんだという驚きがあったんですが、そうですよね、確かに企業様のワーケーションとなるとその分移動も増えますし、情報のデータの破損の不安だったりとか、そういったところもカバーしてくれるんですね。これがもうすぐ近い将来に実現するであろうということなので、皆様ご期待ください。さあ、それではここで第2部のトークセッションの準備に移りたいと思います。第2部ではゲストを招いてワーケーションで実現したいことやワーケーション体験談をテーマにお伝えしていきたいと思います。メディア関係の皆様はプログラムの最後に質疑応答の時間を設けておりますので、 Zoom の Q&A 機能より随時質問をお送りください。さあ、第1部では皆様になぜ別府でなぜワーケーションをするのかといったところにお話をしていただきました。そしてビッグローブによってさまざまなサポートがされるということでしたので、企業の皆様ぜひトライ温泉ワーケーションプログラムにもご応募ください。メディア関係の皆様はプログラムの最後に質疑応答の時間を設けておりますので、Zoom の Q&A 機能より随時質問もお送りください。それでは準備ができましたので、もう間もなく第2部を開始させていただきます。ではビッグローブ温泉ワーケーション in 別府オンライン会見の第2部を始めさせていただきます。ここからはゲストをお迎えしてトークセッション形式で別府ワーケーションで実現したいことをテーマにお話を伺っていきたいと思います。それではゲストをご紹介しましょう。大分県別府市より長野康弘市長にお越しいただきました。長野市長よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして第1部に続きましてビッグローブ株式会社より有泉社長にもご参加いただきます。有泉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは早速ですが、お二人はお会いするのは初めてですか？いえ、もう、はい、もう温泉大賞で大変お世話になってますから。長きにわたって、なるほど、はい、ご存在でございます。もう、はい、毎年一喜一憂させていただいているという、はいはい、そうですか。横綱で、ね、横綱ですよね、別府も。はい、はい、そんな別府なんですけれども、もちろん皆さんご存知の日本有数の温泉地でありますが、やっぱりこの1年間なかなか苦しい状況だったと思うんですが、現在の観光や町の状況っていうのはいかがでしょうか？有泉社長は昨日から別府に入られたんですか？はい、私今ワーケーション中でございます、うん、まずついてですね、はい、この山田別荘様の露天風呂に使いまして、あー、いいですね、スーッとこうストレスがこう消えていくんですよね。でその後、竹川原温泉に行きまして、砂場に入って、またスーッとこう行かれたんですね、砂に泊まる。そうです、そうです、砂場に入りまして、はい、で、これでですね、ストレス、自律神経のバランスがめちゃくちゃ改善しまして、整いましたか。この非日常なんですよね、この環境って。で、これが今度朝目覚めると、脳が活性化した時にいろんなこのアイデアが次から次へ出てくるんですよ。本当にこの体感しました、ワーケーションの効能っていうのが
まあ、1日2日なんですけども、はい、まあ、体感できたのかなっていう、そんなふうに感じます。短い日数でも効果があると、はい、街の方も楽しまれたそうで、街の方もですね、はい、参加いたしまして、私は初めての大分なんですけども、はい、はい、初めての大分でございますが、本当に古いところと新しいところを混在していて、うん、非常にこう刺激ですよね、うん、こう刺激がまた重要なんですよね、脳を活性化する、うん、発想を変えていくという時には非常に素晴らしい街だというふうに痛感しました。お酒もうまい、食事もうまい、はい、いいことばっかりっていう感じです、うん、相当、ね、昨晩楽しまれたんだろうなと思ってますけれども、長野市長、はい、実際観光面をはじめとして、はい、町の様子、産業の様子はいかがでしょうか。はい、まあ、別府は9割がやっぱり観光で成り立っている町っていうふうによく言われるんですね、はい、ですから、まあ、9割が壊滅的な打撃を受けたわけなので、まあ、旅館ホテルや飲食をはじめもう本当に壊滅的な打撃を受けてますけれども、はい、まあ、それでも、まあ、先にある光をみんなで見ながら、もう今年中には必ずこのコロナも一段落するはずだとか、うん、まあ、そういう明るい希望を少し先に見ながらですね、今みんな歯を食いしばって頑張っているって、まあ、そんな状況ですね、うん、今まさに、はい、なるほど、そうなんですね。その光にワーケーションがなればいいなと思っての、はい、企画だと思うんですが、はい、別府市でワーケーションを行う利点というのはどういったところにありますか。もう社長が全部おっしゃっていただいたその通りですというのがもうで利用していただいた方が一番もうそれが分かっていただいていると思うんですけど、はい、別府ってやっぱり多種多様な温泉の泉質があったりとか、そうですね、もう100円とか150円200円で入れる温泉がもうそこかしこにあるわけですよね、はい、でこれだけこうここもまさにそうですけど、いろんなそれこそここも多種多様な宿泊施設がたくさんあって、選べるところが、まあ、温泉地としては非常に大きいので、はい、いろんなところを選べるっていう利点もありますし、なるほど、でやっぱり今社長もおっしゃったように、食べるところ、居酒屋のコスパも高いんですね。あ、安くて美味しい。居酒屋のコスパが高い。これがやっぱり安くて ものすごく美味しいものが食べれちゃう。うん、その通りだと思う。だからそういうのが全てこう揃っているのが、もうちょっと自分で言うのもなんですが、別府の素晴らしさかななんていうふうに思ってます。うん、はい、いや本当にそう思います。こんなに多くの種類の温泉が湧いてるところってないですよね、他に。もう別府だけで日本の温泉の、まあ、いわゆる温泉井戸の10分の1を占めてるんですね。だから10分の1はもう大分にある、ね、別府にあるっていうふうに、思っていただいたら分かりやすいかもしれないですね。では有泉社長は、はい、その企業、別府にお越しになる企業がワーケーションに求めることっていうのはどういったことなんでしょうか。はい、私はこのワーケーションがですね、市場がこうやって右肩上がり伸びていく、その条件といたしましては、企業がやっぱりその投資対効果を認めまして、はい、その福利厚生として人事制度の中にこうしっかり組み込まれる、これがあると右肩上がりで確実に伸びていくと思っています。で、問題はその投資対効果をどこで測るかなんですよね、はい、で今回私どもビッグローブは、まあ、自分たち社員が自らが体験していろんな効果効能をこう感覚として感じている部分があるんですけども、まあ、それショットで感じている部分だけなので、うんうん、私としては裏付けがもっと欲しい、うん、一つは医科学面での改善の効果、自律神経のバランスが変わるとか、医科学的なところも抑えておきたいんですし、うん、もっとですね、やっぱり企業が欲しいのはその社員のメンタリティなのね、うん、モチベーションだとかロイヤリティが変わるとか、それから自分の成長と企業の成長をこうバランスする、このエンゲージメントってやつですよね、はい、今風に言うと、うん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 、働きがいがあるっていうところがこのワーケーションをするとですね、こう右肩上がりでそのモチベーションが上がっていくっていうのは、結果的にこの業務の中にプラスのフィードバック、今こういろいろ変わらなきゃいけないって言っているところが、やっぱりいつもの環境だとなかなか発想が変わらないんですけども、こういった非日常のところに来るとその考え方がですね、発想の転換が図れる、それをチームでやるとさらに相乗効果で新しいことへの取り組みに対して前進が見られるっていうことが、企業側からするとまずそういうふうに社員があってほしいし、結果として事業にそれでフィードバックかかるっていうところが一番投資対効果としては求められることだと思ってまして、我々がそれを証明できれば、多くの企業の皆さんに入ってもらって証明できれば、このマーケットは福利厚生として
右肩上がりで順調に私は伸びるという確信しています。うん、はい、なるほど、そうなんですよね。やっぱり移動も費用がかかりますし、その効果がどのくらいなんだっていうのは、はい、皆さん気にされているところだと思うんですけど、まあ、そうですよね。となると例えばどんなタイミングでこのワーケーションにトライするのがいいんですかね。はい、それでですね、今ワーケーションというのはメディアでこう、はい、いろいろとピックアップされて、皆さん本当はどうなんだっていう感じで、うん、まあ、まだ傍観してるっていうか様子見をしている段階ではないかな、はい、で私どもはそれに対して傍観するんじゃなくて、まず我々がやってみて、その自分たちでこの投資対効果をね、うん、明らかにつまびらかにするところをリードしていこうっていう、今回このリードしていこうって気概が今回の取り組みになってございまして、うんうんうん、でここで私どももそうですし、いろんな企業が参加されて、はい、さっきのデータもそうですし、メンタリティもこう上がってくるっていうことがつまびらかになると、皆さんやっぱりこうまずトライアルから始めると思います。で今回のトライ温泉ワーケーションプログラムというのは、実は人事担当者の方に1名入っていただくというのが、はい、まあ、条件にしてございまして、あ、そうなんですか。その方々にもやっぱり体感していただくと、次の取り組みのスピードが格段に変わるので、はい、そんなちょっと工夫をしながら、多くの企業の方々に多分同じように感じていただけるというところを私期待持ってまして、でそれを世の中につまびらかにしてワーケーションの市場をもう盛り上げていくっていうふうに、そんなストーリーを私は持っているんですけど、うん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 、なるほど。でも本当にそうですよね。まずはやっぱりトライしていただいて、はい、やってもらえれば分かることも多いだろうと、はい、やってみていただければ、もう別府温泉郷でもですね、私がもう体感しましたのでうん、うん、やっていただければ分かります。そういうことですね。これは分かる、はいはい、では市長、別府市がワーケーションに期待することというのはありますか。そうですね、やっぱり平準化って一つこれ課題として、別府だけじゃなくて観光地とか温泉地ってずっとあってきたんですね、はい、例えば1年のスパンで見ると、例えば、ゴールデンウィークの時期はめちゃくちゃ多い、お盆も多い、年末年始も多い、だけれどもそれ以外のところはやっぱりこう少なかったり、まあ、多かったり、まあ、中ぐらいであったりみたいなところがこうバラバラなんですね、はい、で1年間で見ればそうですし、まあ、1週間で見れば週末はすごく多いんだけど、他のと、まあ、月曜日から木曜日ぐらいまではなかなかガラガラで人が来ていただけない。ここが平準化していただけるのが一つの、まあ、観光地温泉地から見た時の、まあ、中長期的な、まあ、需要を見込めるっていう、まあ、平準化もできるっていう、これは一つ我々としても期待をさせていただいてますし、それから、まあ、あとはこう散歩よしというところで言えば、まあ、そのかっこいい方で言うとこうステークホルダーで言えば、我々はその企業側、いわゆる宿とか、まあ、例えば、まあ、食事をする飲食店とか、まあ、自治体って、まあ、これ一つとして見ると、ね、はい、企業さんにもいいメリットがないといけないし、来ていただく社員の皆さん方にもいいメリットがなければいけないので、しっかりそこの部分をやっぱり今までの企業融資とは全く違うんですね、性質が。なので求めるものをしっかり行政として皆さん方に提供できるような、そういう柔軟性みたいなものもやっぱり我々提供していただ、いかなきゃいけないなというふうに思ってますし、はい、まあ、とにかくコロナで悪いことばかりじゃないと、こういう地方には大きな可能性が眠っているんだっていうのを皆さんにこうまずはこう知っていただく、はい、これが我々にとって別府から発信できる大きなメリットかなというふうにも思ってます。うん、なるほど。そのでも参加したり企業の側が求めることにもすごく柔軟に対応してくださるという、それは本当に我々の方がやっぱり試されているところがあると思いますよね、うん、はい、うんうん、そして大分空港が、ね、宇宙港になるということもすごく注目されていると思うんですが、です、ね、はい、トライ温泉ワーケーションプログラムの中にもそういったプログラムやビジネスワークショップがあるということなんですよね。こうその宇宙ビジネスには大分県別府市としても力を入れているところですか。そうですね、これはやっぱアジアで初めて宇宙港スペースポートになるっていう、日本だけでなくアジアで初なんですね。アジア初ですからね。だからそこがなぜ選ばれたかっていう、まあ、ハード面での滑走路の長さとかってあるんですけど、やはりね、まあ、ここの例えば種子島もとってもいいところだと思うんですけど、はい、別府とか湯布院とか、うん、大分が持つ資源、この資源に注目をしていただいてスペースポートに、まあ、いいよとスペースポートに認めていただいたところがかなり大きな要素としてあると思うんですね、はい、ですからこれから、人もそうだし宇宙関連産業、
もう何十兆円にもなるようなそういう関連産業の皆さん方が、まあ、別府に来るとかお泊まりに来ていただくとか働きながら旅するようにこの別府に来ていただけるっていうチャンスがものすごく広がってくるわけですね。今まで宇宙領域なんていうのは我々のその顧客の中にはなかった領域なんで、ここが増えていくっていうのはすごく大きな魅力だと思いますね。なるほど、はい、それでまた別府での交流が生まれたりするわけですね。はい、ありがとうございます。では最後になりますが、そうですね、有泉社長、別府との連携を強化していくなど今後の展望は最後にもう一度いただけますか。はい、先ほどのプレゼンションの中でも触れたんですけれども、はい、当然トライ温泉ワーケーションプログラム別府で多くの企業の方にチャレンジしてほしいっていうのはもちろんですけども、加えて私もこの別府温泉郷にですね、ワーケーションスペースっていうのを設置いたしまして、はい、もちろんワーケーションの学びをする場所にするんですが、その学びの内容が問題というか、その私はアグレッシブに考えていて、この地元の企業の方々、それから学生の方々、これからの世代をマーケットを作っていく方々とこう触れ合う交流の中から、このワーケーションの良さっていうのが違う、そのリレーションから生まれるワーケーションの効能っていうのもこうつまびらかにしたいんですね。はい、そうするとすごくなんかこうポジティブループが回る、ウィンウィンウィンが本当にもっと大きく回るっていう、それぐらいの大きな可能性をこの別府温泉郷のワーケーションで感じてますので、引き続きですね、長野市長 もう温泉大将常連でございますけれども引き続き別府温泉郷の皆様とですね、この取り組み三方よしをぜひ作りたいと、はい、強く思います。はい、ありがとうございます。本当にね、旅行で来てもやっぱり地元の方との交流ってすごく心を豊かにしてくれるので、それがねビジネスにもつながるということですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。それではお時間となりましたので、長野市長有泉社長によるトークショー、こちらで終了とさせていただきます。長野市長有泉社長、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お二人には後ほどまた質疑応答に改めてご参加いただきたいと思います。はい、ということで今まで見えてこなかった新たな働き方が生み出す可能性などが皆さんにも伝わったのではないかなと思います。とてもなんかワクワクする新しい、ね、お話でしたね。では続きましてメンバーを変更して次のテーマに移りたいと思います。まずはゲストからご紹介していきます。お一人目は国内外合わせて500の温泉をめぐり、書籍女一人温泉を最高にする53の方法を出版された温泉オタク会社員の永井千春さんです。よろしくお願いします。そして第1部に続きまして、損害保険ジャパン株式会社より久野様にもご参加いただきます。久野様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そしてここからは私もトークセッションに参加させていただきます。トークテーマは別府で温泉ワーケーションやってみたです。はい、私も実は昨日から別府入りしましてワーケーション中なんですが、永井さんと久野さんも今温泉ワーケーション中ということで、永井さんは何日目ですか。私は月曜日の午前中に打ち合わせがあったので、日曜日に移動をしなければならないと思って日曜日から宿泊しています。なるほど。結構普段から会社はもうリモートワーク、テレワークが推進されてます。そうですね、コロナの後からはすごくそのズームでの打ち合わせが活発になったので、うんうん、あんまり場所を選ばずにどこへでも仕事ができるなという印象です。うん、なるほど。それやっぱり違いますか、実際やってみて。私はワーケーションをするのは初めてではないんですけれども、はい、すごくこう感じることはやっぱりワークなのであるとしっかり思うことが肝心なのではないかなと思っていて、バケーションだと思うとすごくそのワークがこう邪魔しに来てる感じがするんですけど、こうベースをワークだと思うと結構こう、あ、今打ち合わせと打ち合わせの間だからちょっとだけ温泉入ろうとかっていうような気持ちになれて、すごくこう贅沢で楽しいワークになるような印象です。なるほど、気持ちの置きどころというか。そうですね、バケーションをメインとするのではなくてワークをメインとする方がいいと思いました。うんうん、そうすると一気にこうポジティブで楽しいものになるかもしれないですね。そうですね。久野さんは実際ワーケーションされてみていかがですか。はい、
私も今回は2日目なんですけども、うんうん、まあ、前回もさせていただいてますんで、前回4泊5日で、まあ、結構長い間ワーケーションをさせていただいておりまして、で前回に来た時に温泉ワーケーションはまず温泉をしっかり入るんだっていうのをちょっと先生から教えていただきまして、先生がいるんですねで今回もですね、それを実践するともうすごい気持ちがリフレッシュして仕事もできますんで、まあ、ワーケーションいいなっていうのを今も思っているところです。はい、前回と今回は違うところにいるんですか？そうですね、宿は違いますけども、はい、別府で、ワーケーションさせていただいてまして、ちょっと前回は実は途中から家族も来てですね、でみんなでここを楽しんだっていうような、はい、そんなワーケーションでいろんなワーケーションをさせていただいていて、うんうんうん、もう今回行くのもですねちょっとずるいという家族の声がありつつですねまた行きたいと、はい、うんうんうん、もう家族全員が大ファンになってますので、うん、はい、別府のね、そうですよね、永地さんはもう日本全国の温泉にお詳しいと思うんですけど、別府の魅力って改めてどういったところですか？別府、私はもう本当に日本一の温泉地だと思っているんですけれども、うん、やっぱり一番の理由はこう海もあり山もあり町もあるというところだと思ってます。で、うん、海も山もあるだとギリギリいろんなところにも当てはまるんですけど、町もあるというところがすごく大きなポイントだなと思ってまして、はい、別府ってすごく大きな町だと思うんですね。歩いてるとすごく商店街も賑やかで、夜ご飯食べるお店もいっぱいあると思うんですけれども、うんうんうん、やはりそのワーケーションに来てちょっとじゃあ夜は しっかりこう外の、地元の美味しいご飯、うんうん、地元の美味しいお酒をいただこうと思った時に、結構普通の温泉地だと、まあ、早めに閉まってしまったりとか、あんまりこう地元のお客さんばっかりでなかなか入りにくいみたいなところもあるんですけれども、うん、別府はあまりそんなことがなくてですね、すごく夜遊びが楽しいというところがすごく魅力の一つだと思います。確かに切り替えられますしね。そうなんですよ。私もその別府駅周辺ってこんなになんかお店も多いし、あとおしゃれなお店だったり、うん、その食のジャンルも多くてこんなに遅くまでやってるんだっていうのは、うん、驚きでしたね、うんうん、あと結構その温泉地が意外と近くに点在していて、移動も割としやすいっていう、車運転されない方でもこう路線バスだったりですとか、はい、こう1日ハイヤーを使ったりして巡ることもできるので、うんうん、そこはすごく交通網が発達していて、その多分交通網が発達しているということは町であるということだと思うんですけど、うんうん、だからすごくこう地元の方もたくさんいて観光客もたくさんいて賑わっているというところが、まあ、旅行しやすい、ワーケーションしやすいというところの魅力だと思いますね。うんうんうん、佐野さんは実際にワーケーションしてみて、そうですね、別府のやっぱり別府が良い理由っていうのはどういうところですか？そうですね、私はあんまり温泉地ってそこまで行ったことがないので、別府しかわからないかもしれないんですけど、はい、まずご飯が美味しかったですねもう本当に美味しくて、はい、もう私が先に行ってて、その後、まあ、前回の時なんですけど家族が来て、はい、パパはこんな美味しいご飯を食べたのかっていうので、ちょっといやこれからあなたたちも食べれるから大丈夫だよって今日必死に抑えるぐらいご飯が美味しかったですねうんうん、うん、あとはまあ温泉も本当すごい疲れが吹き出るような形 で、はい、でゆっくり寝るともう健康になっていくっていうのが、この温泉ってそういうのを実感できるところなんだなっていうふうに思ってます、はい、そうですよね。なんか本当に私もワーケーションっていうことを初めてしたんですけど、やっぱりワーケーションとしてくると確かに気の持ちようが違って、その仕事のグッズをいっぱい持ってきて、そうです、ね、ここでやるんだっていう切り替えができて、かつなんか他に邪魔なせるものが一切ないので、うん、まあもちろんはかどりますし、あと結構眺めのいいホテルに泊まったんですね、うんうん、今ガレリアミドバルっていう別府の比較的新しいアートホテルみたいなところに泊まってるんですけど、そうすごく気持ちよく仕事がはかどって、いやできることなら毎日ワーケーションしたいそうですね、ですけどワーケーションの時って連泊するとすごくネックになるのが、はい、チェックアウトからチェックインまでの間どう過ごそうだと思うんですけど、うんうんうん、例えばそのチェックアウト10時とか11時で次がこう3時に宿に行けるってなった時に、
その間外で野良で仕事してるわけにもいかないじゃないですか。こう、はい、で、あのそれこそこう Wi-Fi が必要だったりとかどうしようっていう時に、あの私昨日利用したんですけど、神奈川のコワーキングスペースだったりですとか、うん、ありますね、カフェがあったりですとか、こうちょっとこうやばいと思って入るお店があるといいますか、作業場所がどこにでもあるというのはすごくいいところだと思いますね。確かにそうですね、もうすでに結構環境整ってきてますよね、うん、神奈川は本当にすごいと思いました。あのドロップインって、時間でいくらみたいな決まってるんですけど、はい、あの新規のお客さんにもすごく優しくてですね、うん、で神奈川の温泉街にあるので、こう本当にこうチラッと入って Wi-Fi つないで、あの打ち合わせしてとかができたので、そこは本当におすすめですね、これからワーケーションにこう求めることとかありますか？もっとこうなったらいいなとか、久野さんいかがですか？そうですね、やっぱりそのワーケーションをするときにやっぱりなんか宿だけいるっていうのもちょっともったいないなっていうのがあって、やっぱり外で仕事をしたいなと。で気分も全然変わりますし、私ちょっとそのコワーキング知らなかったんで、あの海辺とか公園とかで、あのちょっとやって、あの会議とかを出たんですけど、すごい、まあ、あのこっちの気分はすごいリフレッシュしているんですけど、別府はなんかこう湯気が出ていて、うん、本当に温泉街に来てるなっていうのがもう気持ちからこう入っていけるので、そうですね、あすごいいいなって思っているところなんですけど、やっぱりちょっとその電波とか Wi-Fi とかっていうのはちょっとやっぱり気になったりはするので、うん、まあ、それがもう街中で充実してくるんだったらそれは素晴らしいなっていうふうに思いました、うんうん、はい、そうですね、今後その温泉宿はもちろんなんですけど、それ以外のねそういったワーキングスペースとかも増えていくといいですよね。永井さんにお聞きしたいんですけど、温泉地でのワーケーションのその過ごし方というか、うんうん、温泉に入るタイミングって永井さんはどういう感じで入ってらっしゃるんですか？いろんな温泉もあるじゃないですか。そうですね、でもやっぱり打ち合わせと打ち合わせの間に今だと思って浸かる瞬間が一番幸福感が今みんな仕事してる最中だけど温泉浸かってるぜという気持ちになれてすごく幸せです。確かにこう朝とか夜だけじゃないんですね。そうですね、朝と夜以外に一回どこかでこう挟もうという気持ちでスケジュール組むといいかもしれないです。でそれがやっぱりいいところですよね、うん、いつでも入ろうと思えば入れるっていう温泉ね。そうですね、ありがとうございます。そうですね、温泉とワーケーションの相性やっぱりいいということで間違いないですね。いいと思います、うんうんうん、はい、あまだまだお時間はあるということで、うん、そうですね、実際じゃあお二人はあの久野さんはじゃあどんな風に一日過ごされました？そうですね、スケジュール、まず朝一の温泉は外せなくてですね、うんうんうん、温泉に入ってリフレッシュして、で先ほどおっしゃっていただいたように私もあのお昼に一回挟みたいんですよ。やっぱりそうですね。やっぱりあのせっかくだっていうところと、で全然挟むと昼からも頑張れるので一回挟みたいですねっていうようなところで、もう一回仕事を昼からも頑張って、で頑張れば、まあ、夕方ぐらいにちょっと心が折れそうになるんですけど、美味しいご飯が待ってると思うともう一回頑張れるので、で、あとはもう、思いっきり夜は満喫をするというようなところかな。別府を満喫する。そうですね、やっぱり温泉ですかね。温泉を満喫する、はい、ご飯と温泉とですね、うん、でもご飯を食べて幸福感に包まれながらまた温泉行って、もう一回入ろうかなと思うんですけど、まあ、まだ明日もあるしと思って、うんうん、そのまま寝るって感じですよね、うんうん、はい、今のお話聞いてると、あれいつ仕事してたんだろうってちょっと今回はしょってしまったんですけど、仕事はしっかりしていますんで、はい、ね、ちょっとね、そこはきちんと強調しておかないと帰ったら怒られてしまいますんで実際どうですか、はかどりますか普段より？そうですね、私は商品の開発とか企画とかっていうのが多いので、そこはすごいはかどりますし、やっぱり質が良くなるかなと、で質が良くなるかなと思ってまして、やっぱり私の会社でも、まあ、お客さん目線だって言われるんですけど、やっぱり机の前でずっと見てますと、考えてます、なかなかそういうお客さん目線ってなりづらくて、でもお昼食べるときにお客様としてサービス受けますし、夕方もサービス受けますし、そうするとそこに感動したこととかっていうのがやっぱり仕事に返ってくるのかなと思ってますんで、そういう意味ではなんか質が上がるし、そこはいいのかなというふうに思ってます。なるほど、ちょっとやっぱりいつもと同じことしてても感じることが全然違うと。
永井さんもいつも会社でオフィスで仕事、会社でとかお家で仕事するよりもはかどるなとかそういった実感ありましたか？そうですね、一番良かったなと思うのがめちゃめちゃ早起きになるっていうところだなと思ってて、私結構こう夜遅くまで、ね、起きちゃってて、でこう朝起きたらこう9時半とかでわたわたとこう10時半ぐらいにパソコン開くみたいな生活なんですけど、ワーケーションの時はもう本当7時半ぐらいにパキッと目覚めて、こう朝ごはんと朝風呂とっていう感じで、私スラックいつもこうチャットツールでやり取りしてるんですけど、はい、長い今日朝早いなっていうぐらいいつもとは3時間ぐらい巻いて仕事始めてるのですごい今日めちゃくちゃ仕事してる感を出せるっていうのがねありますね。明らかに違います、明らかに違います。でも夜だいぶ早くいなくなりますけどね健康的ですよね。そうですね、すごい健康的になるなと思います。やっぱり体も温めて、実際どこに泊まってらっしゃる、泊まられたんですか？私はですね、照湯温泉という、神奈川と明番の間ぐらいにある森の湯リゾートさんというところに泊まらせていただいたんですけど、はい、すごくいいなと思ったポイントが、やっぱ旅館さんだとどうしてもこう客室と客室の間の壁が若干薄くて、ちょっとこう隣のお声が聞こえたりですとか、こう前通った時にお声聞こえるみたいなことがあって、若干ちょっとコンプライアンスちょっと不安みたいな瞬間がある時も、はい、あるんですけど、そこは、私が泊まったところはリゾートホテルだったので、はい、すごいしっかり頑丈な扉でこう全くこう外に声が届かないなっていうところがあったので、ちょっと大事な会議があったりとか、なかなかこう周りに画面を見られるわけにはいかないぞという時にはしっかりとしたところに泊まるのがいいんじゃないかなと思います。逆にその作業だけ、例えば資料作りだけとか、メールでこうやり取りするみたいな日であれば、はい、普通の温泉旅館でもいいかもしれません。そうですね、それこそ本当にいろんな宿もいろんな泉質もある別府ですから、バリエーションもね、自分で選べるということですもんね。私は実際にワーケーションして、私の仕事って本当、タレントとしてもいろんなことがあるんですけど、一つは確定申告を絶対終わらせようと思って大事。そうなんです、意識じゃないですかちょっと今年期間が伸びたから調子に乗ってるんですけど、終わりました。あ、よかったです。素晴らしい。レシートをこうたんまり持ってきたんですか？たんまり持ってきて、すごい、はい、全て終わって、これも温泉の効果だと思います。そうですね、確かに温泉地ぐらいでしか逆にやりたくないですよね。いや、そうなんですよ、本当に嫌なんですよね、やっぱり嫌な仕事を持ってくるっていうのをおすすめしたいですね。いいと思います。こうすごくたまりにたまってたやつを持ってくるっていうのはありですね、はい、気持ちよく終われましたね、はい、そうですね。あとなんか結構映画とかそういったポップカルチャーを自分で見てそれを取り扱うみたいな仕事が多いんですけど、映画を何十本も見なくちゃいけなかったりするので、そういうのもなんか家で じっと見てるとすごく気がめいってくるんですけど、わかります。それも、はい、すごくリフレッシュして取り組めましたね。仕事とはあんまりこう認識しにくなりますよね、温泉地でこう映画見てたりすると、はい、やらなきゃいけないことだけど普通にリフレッシュしてるような気持ちになるかもしれないですね。本当そうですね、そう。でもやっぱりそのいつもだったらこういった別府とか旅行に来たら割とアクティブにいろんなところ回りたいタイプなんですけど、今回は結構宿にこもってゆっくりしつつで仕事をしっかりするっていう風に気持ちを持っていけてて、それがやっぱり今までの旅行バケーションとワーケーションの全然違うところだなっていうのを実感してますね。そうですね、確かに。なんかアクティブな方だとこうせっかく温泉地来たのにってこうバケーションの方に気持ちが持っていっちゃうとそういう風に思うかもしれないんですけど、はい、なんかワークに置いていたら全然こうむしろ楽しく過ごせるっていう風に今お話聞いててやっぱり思いました。久野さん、実際に別府で行ってみてよかったこうお店だったりホテルだったり、はい、温泉地だったりありますか？そうですね、温泉卵にハマりまして。温泉卵にハマった温泉卵ってこんなに美味しいんだっていうのがハマりまして、で、前回行った時はもう家族全員でハマったので1回行って、でまた次の日もまた朝から行くっていうようなところで、しかもこう湯気が立つところで見ながら食べる温泉卵がまた美味しいなっていうハマり方はしました。それどのあたりに行ったんですか？別府、
照り温泉の先の方の登っていったところの妙盤、あ、そうです、妙盤温泉のところの、はい、そこが良、はいはい、かったです、はい、あとはあの前回の時はあの温泉プールがあったんで、あ、それはすっごい良かったです。ご家族だとすごく楽しめそうですね。もう、まあ、仕事にもかかわらず行こうよっていう、ちょっと待っててねって言ってたら、要は景色とかいいよねって、それを見ててっていうので、ちょっと待ってもらいながら、はい、でもすぐに行けますし、もうそのまま浴衣で行けたりするので、はい、まあ、あのワーク中は夜だけだったんですけど、あのバケーションに入ったらもう朝行って帰って、昼行って帰って、また夕方もみたいな形で、はい、満喫ができました。なるほど、そうですよね、本当にそれぞれのスタイルで楽しめますね。永井さんも別府でもっとおすすめのところとか、ぜひ個人的にも聞きたいんですけど。本当ですか、はい、ありがとうございます。あ、でもさっきそれこそこう今日あの別府 の, あのなんだろう、あ、案内してくださってる方が今日控室にお土産で持ってきてくださった友永パンは本当に、何パンですか、友永パンという、友永パン、はい、あの別府ではとっても有名で人気なパン屋さんなんですけれども、はい、そこはすごく本当に美味しくてですね、もう私は別府6回目とかなんですけど、毎回行っちゃう、毎回超美味しいと思って、普通に町のパン屋さんみたいな、あ、そうです、そうです、素朴な、はい、素朴な、うんうん、あの全く知らないと多分こう通り過ぎちゃうような、通り過ぎような素朴さなんですけれども、はい、本当に美味しくて、多分別府の方はみんな大好きなところだと思います。私もクリームパンいただきましたけど、すごい、ね、うん、優しい味で美味しかったです、ね、美味しいですよね、うんうん、いや、尽きない別府の魅力なんですが、ね、ワーケーションとしても皆さんもぜひいらしてみてください。ではそろそろお時間となりましたので、トークセッションはこのあたりで終了とさせていただきます。永井さん、久野さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、私も皆さんのお話を聞いて、残り1日ワーケーションがあるんですけど、ちょっとここに行きたいなとか、こうやって過ごしてみようかなっていう新たなワーケーションのアイデアが生まれてきました。皆さんもぜひ気軽にワーケーションしてみてください。それでは、あ、こちらの場所、この建物は山田別荘というところから配信させていただいているんですが、見てください、この外観、もう昭和初期にタイムスリップしたようなね、こんな立派な素敵な歴史のある外観なんですけど、こちら築90年の日本家屋なんですが、ここでも Wi-Fi の環境は整っていまして、ワーケーションしていただける環境になっています、ね、お庭も広いので、すごくリフレッシュして皆さんできるワーケーションできると思いますので、こちらもぜひチェックしてみてください。さあ、ではここからは長野市長と有住社長と芳賀様への質疑応答の時間とさせていただきます。会場にいらしているメディアの皆様、ご質問はありますでしょうか。もしあれば、挙手をお願いいたします。今のところ質問はなさそうですかね。はい、ありがとうございます。では Zoom でいただいている質問に移らせていただきます。何か来ていますでしょうか。はい、ではいただいております。有泉さんにお聞きします。プレゼンテーションで自律神経バランスの変化の例が出ていましたが、これまでどの程度分析が進んでいるんでしょうか。別府での拠点はビッグローブの社員が常駐されるのでしょうか。またいつ頃設置するのでしょうか、という質問をいただいております。有泉さん、いかがでしょうか。はい、データの方はヘルスチェックのデータの方はビッグローブの社員はもちろんでございますけども、複数社の方々から協力いただいて分析を進めてございます。いずれもその医科学的な改善効果ですね、先ほどのその生理面とか心理面とかメンタル、フィジカルがどういうふうにこう改善するのかっていう、まあ、自律神経のバランスする、それから、まあ、末梢神経っていうか血管のこう拡張する度合いなんかもこう測ったりなんかしてるんですけども、いずれ の, 企業の方々のデータを取ってみてもビフォーアフターではまあ改善するっていう共通 の, 効果が見られているところまではつかめてございます。でこれを
もっとこう企業の方々ご協力いただいて、もっと広げていって一般化していきたいというのが現状でございます。それからビッグローブのワークスペースでございますけれども、現在こちら別府温泉郷の方に設置することで進めてございます。3ヶ月スパンぐらいで社員をですね、まあ、こちらの常駐させて、ちょっと入れ替えをしてですね、多くの社員にこちらでのワーケーションに取り組むというような、そういったサイクルでこちらでの活動取り組みを進めていくという計画で今進めてございます。はい、そしてもう一つ質問いただいていることが、いつ頃そのワークスペースを設置されるのでしょうかということ。4月からを今予定、この今年の4月から、はいはい、設置することを計画してございます。はい、有泉さんありがとうございます。はい、では続いての質問に参ります。市長にお聞きしたいのですが、はい、ワーケーションのターゲットとする人のイメージはありますか。イメージですね、はい、私たちは、まあ、年齢とかは基本的にはあまり関係ないなと、どの年代の人たちにもこれは受け入れていただけるだろうなとは思ってますが、やっぱこうなんて言うんだろう、大きい波を起こすためにはやはり先ほど有泉社長おっしゃったように、若い世代の方々が例えば入ってくるのに一つのワーケーションが福利厚生の条件としてあるかないかみたいなところが会社の条件、ここの会社はワーケーションで例えば別府に行くとか他の温泉地に行く、ようなことを取り組んでますかみたいなところが一つの、入社の大きなこう採用の条件の中にあるかどうかみたいなことが浸透してくればワーケーションってどんどんこう広まっていくんじゃないかなということを考えると、できたら若い人たちからこう大きい波をこう起こしていただけるのが一つの理想かなというのは思ってます。うん、はい、ありがとうございます。はい、ではもう一つ次の質問に参ります。こちらも、こちらは有泉社長にお聞きします。はい、すごく別府が気に入られたようですが、そうですね、次回は何日滞在したいですか。そうですね、やっぱ最低でもですね、ウィークで通して、まあ、今回は2日ぐらいしかないんですけども、もうちょっと別府の街の中の先ほどいろんな泉質があるというふうにおっしゃられたので、5日間ぐらいは滞在してですね、多くの別府の街、人たち、それから食事もお酒もですね、触れる機会をもっと作って、まあ、自分がまたそのどういうふうにビフォーアフター変わるのかっていうのは、まあ、自分の中でも検証したいっていうのは強く今回別府の街に来て思ったところでございます。うん、そうですね、次回はぜひたっぷり滞在してください。はい、そして、もう一つ羽賀様にお伺いします。リモートワークが快適にできる環境とはどのようなものでしょうか。またどんな設備があればワーケーションが可能だと言えるんでしょうかという質問です。すごく難しい質問なんですけれども、今私たちの方で調べているのは、今テレワークでですね、よく使われるツールというものがVPN であるとかリモートデスクトップであるとか、あと、まあ、ビデオ会議のツールいろいろありまして、それらのツールが、まあ、どれぐらい その通信量であったり通信比率が必要かっていうのを調べ上げているところなんですね。でそれを満たしていただければですね、1人当たりこれぐらいの品質満たしていただければ、多分テレワークは大丈夫だろうっていう基準を今作ってブラッシュアップしている状況ですので、もう少しお時間をいただければお出しできるかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。では続いての質問です。有泉様にお聞きします。ワーケーション市場の立ち上がりはいつ頃だと見込んでいらっしゃいますか。はい、そうですね、具体的にこの時期っていうのはちょっと申し上げにくいんですけども、2つちょっと理由がございまして、ちょっと時間かかるかもしれないなというふうに今感じています。まあ、1つは、まあ、このコロナ禍っていうのがまだまだ払拭できてないっていう状況が1つで、もう1つは先ほどプレゼンテーションがちょっと触れましたけれども、このマーケットがこう立ち上がっていくためには、やっぱり福利制度構成の仕組みとして企業の中に定着することが、その送客の温泉地の送客の後押し追い風になりますので、そこの仕組み の人事制度の設計と、それを企業が、あまたの企業が採用していくっていうところの広がりには少しこう時間がかかるのかなというふうに見てまして、これがどの時点でどれぐらい、
まあ、340万のマーケット年間ですね、それから2600億の市場というふうに言われてますけども、どれぐらいの時期にどれぐらいまでそのワーケーションの規模が膨らんでマーケットのバリューがどれぐらいまで広がるのかっていう、その辺があの今の回答に対する答えになると思ってるんですけども、ちょっと現時点ではちょっといつの時点でどこの規模までいけるかっていうところはちょっと私の中ではまだあの皆さんにお伝えできるところまでまだ行ってない、まあ、盛り上げたいっていうあの盛り上がるはずだっていうふうには確信してますけども、はい、はい、ありがとうございます。では次が最後の質問とさせていただきます。はい、こちら有泉社長にお伺いします。今回の別府で一番印象的だったことは何でしょうか。はい、ですね、まあ、昨日の竹原温泉の砂場もそうでしたけども、はい、今日実は神奈温泉のですね柳屋さんというところにお伺いして、おかみの方にそのワーケーション対応のいろんなあの備えを拝見したんですね。でその時に感動したのはですね、やっぱりその空間の作り方が実にそのワーケーションよく考慮されているな、その天井が高い、それからまあ温度湿度はもちろんコントロールされてますけれども、もっと重要なのはですね照度です、それから匂い香りですね、それからサウンド、これ人間の五感に働きかける要素が極めてこうホスピタリティがその十分に、こう多分あのおかみ様はとあおかみ様はの多分学んだんじゃないかっていうくらいですね、五感に働きかける環境をうまく作られていて、私今回驚きました。正直そこまであの真摯前向きに取り組まれてるんだなっていうのはおかみさんのあの案内を聞いて感動、一番感動したところでございますかね、はい、なるほど、そうですね、照度とかもかなりはお仕事で重要になってきますよね、はい、そうなんですね、集中できる照度、うんうん、それから環境のその音とか、ね、匂いとか、まあ、空調はもちろんなんですけども、まあ、そのところはあの環境設計の中ではあの Wi-Fi というような環境だけではなくて、もう一つ重要な要素がありまして、そこまでもうすでに神奈川の柳屋様は取り組まれてたというところは驚きました、正直。なるほど、はい、そうですね、コワーキングスペースもありますし素晴らしいです、整ってきてますね。ありがとうございます。では質疑応答はここで以上となります。本日答えられなかった質問に関しましては、お渡ししている取材要項に記載の URL の方に回答は随時アップしていきますので、ご確認よろしくお願いいたします。では長野市長、有泉社長、羽賀様、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では以上で全てのプログラムが終了となります。イベント終了の前に1点お知らせがございます。皆さんの投票によって日本全国から高評価を得た温泉宿と温泉地を決定し発表してきた、みんなで選ぶ温泉大賞第13回目となる今回は、お客様からの投票に加えて応援メッセージを集め、温泉地にエールを届けたいと思います。本日3月23日より投票開始となりますので、皆様ぜひビッグローブ旅行にアクセスしていただき、ご投票いただけますと幸いです。それでは以上となります。本日は皆様お忙しい中ご参加いただきありがとうございました。今後もビッグローブの展開にご注目いただければ幸いです。